題集という講座をひたすら解いていました。見たことのない問題にちゃんと対応できたガルトさんのテキストをとにかく信じて何回も回していく最短ルート上がると1年合格カリキュラムを受講させていただきまして、令和5年の司法試験に合格させていただきました。西原圭介と申します。働いていた時に結構社長さんと面談をする機会が多かったんですが、ただちょうど働いている時にコロナになってしまいまして、その時にコロナで資金繰りが苦しいだとか契約を不当に打ち切られた、そういうような相談に来る社長さんがすごいたくさんいらっしゃったんですよね。そんな中、今の仕事ですとどうしたらいいかっていうところを社長さんにアドバイスできませんでした。そういったところが悔しいと言いますか、やるせない気持ちになっていまして、ここで司法試験あるいは弁護士っていうようなところになることによって、そういった社長さんの悩みだとか問題、そういったところを解決して、力のない自分っていうのをこう、まあ、乗り越えたいな、社長さんの役にも立ちたいなっていう思いで司法試験を目指すことにしました。いくつか理由があるんですけれども、やっぱり一番最初のきっかけは YouTube の CM です。上がると上がるとっていう独特のリズムの CM ですね。あれがすごい頭に残っていたので、そこが一番最初のきっかけです。でその後いろいろ調べてみると、工藤先生が前の予備校さんの方ですごく実績を残されていたりとか、論証集っていうところを作成しているところもあって、すごく効率的に勉強できるのかなっていうふうに感じておりました。で最後にですね、実際にサンプル講義を聞いてみたところ、非常に説明が端的で頭に残りやすい、そういったことからアガルトの方を選ばさせていただきました。就職活動が終わるくらいに少し考え始めた。ただその時は漠然としていて、どういう風な放送になりたいかっていうところはまだ決めてませんでした。ただ働き始めて、実際にそういった困難に直面している企業さん、そういうところをすごく見て、これを解決できる一つの方法がやっぱり弁護士さん放送になることなのかなっていうところで、社会人になってから具体的になりたいなというふうに思いました。名古屋大学法科大学院の対策を始めたのは2021年の夏頃だったと思うんですけど、最初に調べたのはロースクールに受かるにはどうしたらいいかっていうところで試験科目を調べました。そこで明大のロースクールですと法法系科目で、司法系科目、刑事系科目の3科目しかなかったんですよね。でその中で特にそれぞれについて最低ラインみたいなのが設けられていなかったので、とにかく一科目に注力しようっていうところで民法の方に注力させていただきました。でアガルト受講し始めた頃についてはとにかく民法を学習することに注力していました。で仕事終わったあと18時ぐらいからは2時間3時間ぐらいですかね、それぐらいをひたすら民法をやって、土曜日とかはやる気がちゃんと出ている時は多分7時間とか勉強できたと思うんですけれども、なかなか仕事を両立しながら大変だなっていう感じはしましたね。4ヶ月とかじゃないですか、冬頃に確か試験だったと記憶しているので、2、3ヶ月で、そうですね、っていう期間になりましたので、それもどこか一科目に注力しないと合格は無理だろうっていうふうに考えました。憲法については学部時代に公務員対策である程度やっていたんで、まあ、そこの復習っていうところをやっていました。で刑法については学部時代に使っていた教科書を、まあ、ちょっと参照するぐらいでほぼほぼ捨てていました。私はロースクール入学したとはいえ、民法でしたら家族法であったりとか、あと会社法あるいは民事訴訟法で、刑事訴訟法もまだ学んでいないような状況でしたので、まずインプットが大事だろうっていう方針で勉強しました。具体的には最初のほぼ1年目ですね、1年目はほぼほぼインプットに回していました。具体的にはまあ総合講義300をひたすら回してっていう形です。それと並行して学校の課題をやっ
ていました。ここは正直なところアガルートさんのテキストに依存していたといいますか、ひたすらアガルートさんのテキストを参考にして課題をこなしていったり、ソクラテスも正直アガルートさんのやつを参照しながらちゃんと答えたらなんとかなったっていうような感じですね。一つ言えるのは、とにかく法律のキーワードに触れる機会を増やそうっていうことで、論証集の文章の内容を自分が覚えやすい形にカスタマイズして、それを無料の音声読み上げソフトに入れて音声データにして聞いていました。それを授業と授業の合間の移動中であるとか、そういったところをひたすら聞いて法律のフレーズに触れる機会を増やそうっていうことを1年生の後半ぐらいからやってきました。まず講義の感想としては、本当に渡辺先生の講義っていうのはすごく分かりやすくて、かつ説明が早いことによってすごいスピードで回すことができるんですよね。そういったメリットはすごく大きいかなと思っています。で、あとプラスアルファで問題の解き方まで教えてくださるので、例えば足の切り方とかですね、そういったところを教えてくれるので、パッパッパと解くスキル、テクニック的なところまで身につけられたところは大きいのかなと思います。で、教材の回し方としては、私は2023年になってからぐらいにちょこちょこと担当をやり始めました。ただやっぱり結構遅い方だと思いますので、いちいち担当を解いて、それを解説聞いて直してっていうやる時間はなかったので、動画を 1.5 倍速で回しながら解説を聞きながら問題を解くっていうようなことをやるようにしていました。よく出る分野については、2週か3週は回したかなと思います。ただあんまり出ていない分野については1週とかに控えるようにしました。まず論文書き方講座を受講しました。そこで、ある程度、ああこういうふうに論文って書くんだな、論証ってこういうふうに使うんだなっていう感覚みたいなものを全体的に掴んでいくようにしました。その後ひたすら重要問題習得講座を答案構成のみにとどめてやるようにしていました。具体的にはこれぐらいの付箋、四角の付箋あるじゃないですか、あれにひたすら論証のポイント、問題提起、規範を導くための理由3つぐらい、あと規範で、それから当てはめっていうような流れをコンパクトに書くようにしていました。でそれをひたすら15分で繰り返すっていうことをやっていました。一通りやるっていうことは意識していまして、でランクに応じて回す回数は変えるようにしていました。例えば A ランクで、かつ私がよく論点とか理由を落としてしまうようなところについては5回とか6回回すようにしていました。なかなか出にくいところ B ランク C ランクぐらいの論証論点ですと、2回か3回ぐらいっていうところになってきます。やはり工藤先生の解説が端的かつ分かりやすいっていうところが一番大きいのかなというふうに考えています。書くべきポイントをしっかり教えてくださるので、しかも1回の講義あたり確か15分ぐらいにできるので、隙間時間といいますか、ちょっとやろうかなって思った時に手軽にできる、そういったところが本当に魅力的だなと思っています。選択科目は知的財産法です。重要問題がないので過去問の答案構成をやるって対応していました。丸野先生の授業はかなり現場における思考の流れっていうのを非常に考えて作ってくださっているように思いました。ちょっと長いんですけれども、そこは丁寧な説明をしてくださるので、しかも現場でこの問題に当たった時にどういうふうな流れで思考をして、どういうふうな答案を書けばいいのかっていうところをすごく丁寧に教えてくださったので、知的財産法については過去問の講座、そこがすごく役に立ったかなというふうに思っています。大きく2つあると考えています。1つはとにかく根気強く何回も回していくこと、これに尽きるかなと思います。しばらく経ってみて実際にもう一回聞いてテキスト開いた時に他の分野の知識とかが入ってくると、ああなるほどなっていうところ瞬間があったりするんですよね。なので分からないところは根気強く
回していくというか、そういったところは重要なのかなというふうに考えています。もう一つはやはり基本に立ち返ること、本当にわからないところについては教科書等を参照すること、これに尽きるかなというふうに考えています。過去問は所詮過去問だからっていうところに尽きると思います。過去に出た論点っていうのはなかなか、出る場合もあるんですけれども、出ないことの方がやはり多いかなというふうに思います。なので、そこはあくまで過去問っていうのは、例えば答案の書く練習とかですね、時間配分の練習、そういったところに使うようにしていました。で、代わりに重要問題習得講座を徹底して抑える、そういったようにしました。で、そういったそうしたことによるメリットとしては、重要問題習得講座はまさに網羅性を備えているテキストなので、見たことのない問題に非常に対応しやすかったのではないかなというふうに考えています。例えば令和5年の憲法の試験ですと、社会権というなかなか出ないような論点が出たと思うんです。古い過去問には1個ぐらい素材はあるんですけど、なかなか問題の素材がない分野が出ました。その問題を見たとき、僕としてはああやったなと正直思いまして、なぜならアガルートさんで社会圏の演習を2回か3回繰り返していたので、大まかな答案の構成であったり、どういうふうな判例の流れ、学説があるのかっていうところをしっかり押さえて、しかも書く練習をしていたからです。これによって私は、見たことのない問題にもきちんと対応できたっていうところが大きなメリットになるかなというふうに考えています。本当に直前1ヶ月については過去問を一切やらないようにしていました。理由は先ほども述べたような形で、過去問を解いても出ないから。で、実際におそらく工藤先生もそういうようなことをおっしゃっていたので、そこに従ってやるようにしました。で、とにかく論点を落とさないっていう趣旨から、まさに重要問題習得講座をひたすら解いていました。具体的にはタイマーを使って15分で答案構成をする。で、それを論点のチェックとか当てはめの仕方についてどこか至らない部分があるかっていうところをひたすらチェックしていくっていうのをやっていました。それをだいたい1日20問ぐらい最大で解いていたかなというふうに考えています。手応えとしては正直自信はなかったです。模試では実は結構途中答案とかを大量に作成してしまいまして、成績芳しくなかったんですが、とりあえず途中答案等は減らせたので、自分の今の実力は出せたので、もしこれで落ちたら在学中だったら次もあるしっていうスタンスで臨んでいました。正直びっくりしたというのがその気持ちになってくるとは思うんですよね。意外と点になったんだなっていうところ、やっぱりでも書くべきであろう論点っていうのはしっかりアガルートさんのテキストのおかげで押さえて、ポイントとかは多分つかめて書いたつもりではあったので、そこがやっぱりその最終的に得点につながったのかなというふうに考えています。企業さんの困難を解決したいっていう思いがありますので、そういった企業法務の方に注目していろいろやっていけたらなというふうに考えています。就活は今進めている段階です。具体的には東京の方の事務所を志望しています。社会人の方はすごく時間がなくて大変だと思います。でもやっぱり一歩踏み出してみるだとか、そういったことが非常に重要になってくるのかなと思います。で、あともう一つ伝えたいのは、一つのテキストに注力するっていうところ、これは多分社会人問わず言えると思うんですけれども、特に時間のない社会人の方については一つのところに注力していくこと、具体的にはアガルートさんを選ばれたのであれば、アガルートさんのテキストをとにかく信じてやっていく、何回も回していく、そこが大事になってくるのかなと思います。プラスアルファで言うのであれば、時間をいかに有効に使うかっていうところを考えていろいろ工夫されてみるのもいいのかなと思います。具体的にはアガルートさん総合講義をダウンロードしたり、論証書の使い方講座をしっかり聞いてみたり、あるいは私のように音声読み上げソフトに音声を入れるであるとか、そういった歩く時間とか移動時間、そういったところも使って勉強時間を確保していく、そういったところが重要になってくるのかなと思っています。
動画のご視聴ありがとうございます。アガルートでは受講相談無料体験を受付中。詳しくは概要欄をチェック。